お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらね、今、グローバル7位にいましてですね、まあ、リプレイの方をね、ぜひ、今日も見ていただきたいなと思うんですけど、昨日もね、グローバル5位到達みたいなの出したんですけど、まあ、1日経ってね、まあ、順位が20位ぐらいまで落ちてたんですけど、なんとかね、もうキープしております。グローバル1桁をね、キープというところで、日本人のね、ローカルも、今ね、ロカナ1位というところで、まあ、結構ね、レベル日本人高いんで、ほぼ一緒ぐらいにはいるんですけども、というところで、デッキはですね、昨日もというかもう最近このデッキすごい出してるんですけど、これね、めちゃくちゃいいのよ。いつも言ってるんですけど、めちゃくちゃいい。枯渇に絶対勝てないと思っていたんですけど、まさかの勝てました。しかも、キットキットっていう、世界一のね、枯渇使いの方の枯渇に勝てたというところで、もうこのリップも見たいですし、このメガナイトウォールブレイカーのも見たいのと、あとは、ここね、ここ、ボーフマック、チームリキッド、イガー、イゴールか。と、あと、SK モールテン。というところで、これ、海外のね、プロ3連続当たるっていうところもあったし、まあ、いろいろね、この見てほしいのがいっぱいあるんですけど、このポンペイとかもね、海外のプロ、エアサーファーもプロ、プロばっかなんですけど。で、あと、アナバンスナイプね、これ。これはね、もう、うまいことやられましたね、これ。海外の、まあ、うまい。今、グローバル1、2、この人が取ってるんですけど、一人でワン、ツー、取ってる人にね、こう、まあ、うまーくね、スナイプされて、はい、やられましたね、っていうので、ラバね、このデッキ見てわかる通り、アイスウィズしかないんで、言ったらラバ絶対勝てないっていうのが僕のコメントでなんかね、争いがあったんですよ。ラバ無理だろみたいな。ラバどうすんのよみたいなね。この戦いがあったんですけど、そう、僕もね、正直ラバ絶対勝てないと思ってたんですけど、その、絶対じゃないっていうのがね、ちょっと勝てそうだったんですよ。これちょっと今からっていうか、まあ、最後かな、最後にリプレイ流そうと思うんですけど、良ければね、これラバ絶対無理だと思う方々はね、最後のね、リプレイだけでもね、見てもらえれば、いいかなと思います。これね、勝ち試合だった。正直、勝ち試合だったんですけど、僕が最後甘えた手を打ってね、負けちゃったみたいなところで、このリプレイね、見てほしいのが山ほどあるんですよ。山ほどある。山ほどあるんですけど、まあね、1個目、枯渇かなから見てほしいなと思います。で、まあ何がきついって、やっぱり2コストのね、スペルがないっていうので、まあギャングであったり、まあバレルであったり、プリンセス、もうその辺全てがね、きついわけなんですよ。で、どうするかっていうのがね、どうするか、本当にディガーとかも相手のギャングとかで受けられ放題ですし、ナイトとかね、そう、ダメージが通んないんで、どうするかってなったんですけど、このバトルやってる時に、テンゴッドとライキさんと通話してたんですよね。通話して、こう、クララやってて、枯渇マジで無理なんですよって僕言った時に、もうそんなロケット打ちまくっとけばいいじゃんみたいな、ロケット無限に打っとけばよくねみたいな、ライキさんが言うんでね、もうシャアなしでね、そう、この辺かな、多分この辺で、いや、きつくねっていう話してて、これどうするみたいな話してたんですけど、もうロケット打っちゃえばいいじゃんみたいな言われたんで、多分ね、この辺からね、ロケット合戦を多分始めると思うんですよ、僕が。まあ、まだ打たないかな、どうするだろう。相手のプリンセスとかね、ポイズンとかあれば処理できるんですけど、まあ、あとはこのデッキが、トルネロケの、まあ、ボムタワーで、ウォールブレイカー、ディガーで、結構、相手のプリンセスを処理できるカードが少ないんですよね。そこがね、またまた大変だった部分でありますね。このゴブリンは美味しいですね。ここで緊急度できたのが結構でかい。と思います。で、ここで、たまに言ってかインフェルノタワー置いてきたんですよ。バルキリー処理に。だからここで、これですね。このインフェ分、アド、このインフェを無理にね、ウォールブレーカーとか飛ばしてもインフェで食らえちゃうんで、ここでね、まあ、ロケでインフェルノタワー分のちょっとアドがね、手に入ってますね。バルキリーは処理されたんですけど。で、こっからですね、相手のダメージは、まあ、言ったら、端前プリンと、まあ、こういったアイスピーと、まあ、バレル、なんで、端前プリンは絶対警戒してダメージ入れないようにするのと、バレルは、まあ、あとはトルネとかユニットでダメージを抑えれば、僕がダメージ受けることはないので、まあ、こういうバレルですね、こういうバレルをもっとダメージ減らしたいですね。まあ、でも、ウォールブレイカー一発ね、600ぐらい、600ぐらいありますね。で、多分この辺でガンガン打っていきますね。そう、僕のディガーは結構ギャングとかで拾われちゃうので、もうガンガンロケットで打っていって、まあカード回しにね、ディガープラスウォールブレーカーを回していく感じかなと思います。で、ここも飛ばすか。多分プリンセスが殴らないから、ウォールブレーカー仕込み出して、はい、まあでもギャングとね、打ったらやっぱ綺麗に守られちゃいますね。ここで1238でロケット628なんですよね。なんで、まあロケ2発だなっていう、
はい、ここでもプラン、ロケット2周回すよっていう回して、で、ここで、多分ね、まあ、橋本プリン警戒でしょからの、もうね、右側ロケットで落とすって決めてたので、もう左側にね、もう削りに行きます。で、僕の方が微妙に回転早いのと、まあ、回転は一緒ぐらいか。なんですけど、相手がね、あの、防衛にやっぱね、さっき、ウォールブレイカーの防衛にウッドとか咲いたので、ロケット回らずに、まあ、これ結構ギリギリなんですけどね。まあ、でも、言うて逆サイドも押してたし、枯渇はきついんだろうけど、まあ、アウプリじゃなかったからっていうのはあるかもですね。アウトロープリンス枯渇だったら多分ボコボコにやられてたんじゃないかなと思います。というところで、このメガナイトですね、次は。まあ、メガナイトっていうか、ウォールブレイカーデッキにね、基本的に攻撃強いんですけど、あの、マジアチャの 2.8 ぐらいの、あの、超高回転ウォールブレイカーあるじゃないですか、スケコウモリディガー。というか、まあ、マジアチャがね、攻撃あの、もう見てわかる通り辛いんで、マジアチャウォールブレイカーは当たったら正直負け確です。あの、ラバとマジアチャウォールブレイカーどっちの方が相性悪いってなった時に、あの、マジアチャウォールブレイカーの方が相性悪いって言えるぐらいですね、本当に。っていうぐらい、まあ、ラバーには全然その勝ち目があると言いますか。この後ね、2本ってか、まあ、1本かな。両方とも正直あの、ラバクロにも最後ワンチャンあったっていう試合だったので、結構ね、ラバはね、いけるんですけど、まあ、見た感じユニットがないんで、あのボムタワーでねラバを基本受けます。ラバにはでラバのダメージをできるだけ減らしつつアイスイズでねもうラバとかします頑張って。でボムタワーを出す位置を結構あのタワーの前の辺タワー付近に出してあげるとラバを釣ってそのままねあのボムタワーの爆破でねラバにダメージを与えることができるんですよね。ラバパピーであったり後ろのラバの後衛であったりだとかなんでそのボムタワーの爆破であのラバのね光栄だったりラバ破裂した後のパピーを処理するっていうあの皆さん考えたことありますか。ボムタワーの爆破を生かすっていうこのなんでそういうところをちょっと意識するだけでねラバには全然立ち向かえるかなと思いますね。はい、といったところでこの辺はまあボムタワーで守りつつこのネクロもねボムで守れると判断して AI もね5コスになった瞬間にディガーウォールブレーカーするんですけど、相手のいい防衛されちゃいましたね、これも。で、ここな、このバーバリアの一発ちょっと痛かったですけど、まあ、右側は僕削ってたので、右側にプレッシャー与えるアイスウィズっていう感じですね。まあ、正直左側で普通に受けてもよかったかもしれないですけど。はいはい。というところで、まあ、こっからはね、ただただ作業のようなことが続くと思いますね。まあ、ボムタン置いて、はい。で、あの、僕、まだ日本帰ってきて、3日ぐらい経つんですけど、残念なことにというか、もうすごいことに、ご飯、まだ、帰ってきた当日に、牛タン食べたのと、次の日に、の夜にコンビニ弁当を食べただけなんですよね。で、その次の日はまだ何も食べてなくて、今動画、次の日の朝に食べてる。なんで、30時間ぐらい。もう30何時間ぐらい、今何も食ってないんですよ。あの、なんかね、食欲が湧かないわけじゃないんですけど、お腹すくんですよね。お腹すくんだけど、眠いからいいやって寝て、そのお腹すいたまま寝たら、結局なんか起きたすぐってあんま食欲湧かないじゃないですか。僕朝ごはんとかあんま基本食べなかったタイプなんで、そう寝起きにご飯いらないタイプなんで、なんか極限にお腹すいた状態で寝て起きたらもうお腹今いらないやってなってるの繰り返しで、今全然ご飯食べてないんですけど、なんで痩せてるかな、どうだろう。こういう痩せ方は多分絶対良くないと思うんですけどね。ちょっとね、食欲がね収まっちゃってるんですよね。まあでもそんなこと言いつつ、今宵ね、今宵焼き鳥くんとねご飯に行きたいと思います。てかもう約束はしてるんでね、はい、久しぶりにね、まあ、会うのも久しぶりかな、どうだろう。結構久しぶりな気もしますけど、はい、会って焼肉ね、はい、行ってきます。焼肉行ってきます。というところで、さあ、お昼はね、ケンタッキー行きたいなぁとずっと思ってるんで、そう、好きなんですよね、僕、KFC が。ハマっちゃってますね。一滴モスバーガーとかハマってる時もあったんですけど、はい、いろいろコロコロ変わってます。で、この辺から、あ、ここだ、ここでロケ打ったら絶対ネクロを相手は出してくるっていうのがもう分かったんで、ここもね、天才ですね。ロケ打ってからちょっと待ってトルネードをかけて、はい、ロケット当たんない位置にネクロ出してくるよね、美味しいっていう。まあ、こういうね、ちょっとおしゃんなこともね、やっちゃってますけども、で、これ全部ね、ボムタワーで守れちゃいますね。で、
最強バルキリーで受けて、OK。といったところで、アイスイズも強いですね。僕アイスイズ結構好きで、まあ、イモれるんでね。よいしょ。で、ウェブが、気合よ。気合よ。あと878はね、ロケ2周回したいけど、回すにはやっぱ怖いんでね、一回やっぱ受けから行きますね。628まで削っちゃえばロケ圏内なんで、これちょっと受け下手でしたね。で、ここね、これオールブレイク、これ見てください。言うのもメガナイトもいるのに、これよ。これ、相手最後タルババ外してたけど、これ気合がね、違いますね。ウォールブレイカー、ニコスで、タワーにね、アホみたいにダメージ入れて、ユニットにもダメージ与えるんで、ウォールブレイカー回ってきたら結構ね、ガンガン飛ばしていいと思いますね。もう出し毒カード。なんかみかんさんが言ってた、みかんさんもそう言ってたんですけど、もう出し毒ですね。圧倒的お得。もうこれ回ってきて出さないと、もう損、出したら勝手にお得っていうね、ぐらいのカードだと思います。というわけで、まあ7号にね、到達したのはそんな感じのリプになります。で、ラバですね。あとラバ。もうね、ラバに、もうね、ラバ争いがすごいのよ。ね、僕のコメント欄。なので、もうね、そんなに言うなら、見てくれと。もう捨てるだろうとか、もう絶対無理だろうとか、まあ絶対無理だと思ってたんですけど、僕もね。無理じゃん。アイスズしかない。どうしろってなるんですけど、まあね、見てください。なんで、やっぱ絶対無理だと思ってる相性も、僕、枯渇も絶対無理だと思ってたんですけど、ただやっぱ立ち回りとか戦い方次第で全然ね、その勝ち、まあ、勝てない。9割勝てないかもしんないけど、そのたまたま1回勝てる時が来るかもしれないんでね、ぜひね、頑張っていただきたいですね。これもラバで逆サイこう攻めておきますね。これバルキリー単体だけでも相手は防衛やっぱしないと大ダメージにつながるので、こういうところで攻めますね。で、このラバをね、どうするだろう。ゴブリンでまあ削るでしょ。で、ウォールブレイカーも多分攻めに使いますね。はい。で、まあ、防衛させて、で、このラバをボムタワーで受けていきますと。で、これラバ釣れなかったのはちょっと痛いですね。で、逆サイのバーバリアンも結構厄介なので、このトルネで、このメガゴを逆サイにやって、ラバだけにしてますね。なんで、ラバのダメージでこれ1000受けてるんですよね。これがね、ボムタワーで受けれてたら、もうちょっとね、ダメージ収まってたと思うんで、で、ここ相手にバルーンいい感じに出されて、まあ防衛できないんでね、こっちも、攻めますね。防衛できないんで。はい。で、まあ1個おられるものの、まあこっちもダメージね、なかなか与えてるって言ったところですね。で、まあ正直、サンクラ対決になった時に絶対勝てないので、まあ言ったら2-1では勝たないといけないですね。最低条件が2-1なので、まあここの3095は死ぬ気でね、守んないといけないっていう感じですね。ここ、ケツラバと被さったら美味しいなぐらいの攻めバルキリーで、このトレネは攻めすぎかな、ちょっと。まあでも、この、もう2-1プランなので、こっちもやっぱ削んないといけないよねっていうやつですね。で、ディガープラスゴブリンを多分よくしますね、はい。ゴブリンが相手は結構だるいと思ってたんですけど、いいメガゴで防衛されましたね。で、やっぱこういうところで、することないので、しっかり攻めます。で、ここはアイスイズだけで許容しますね。で、アイスイズトルネか。トルネかけて、気合の防衛。もうここね、もう見てくれたら分かる通り、もう絶対無理じゃんっていう負けそうなんですけど、こうボムタワーでまず受けるでしょ。で、この瞬間に逆サイ攻めてプレッシャー与えて防衛させてて、ゴブリンでね、タケ取りつつ、このボムタワーの爆破ですよ。これ。これでね、今ね、ガゴとか死んじゃったんですよね、相手の。そう、この処理が大事ですね。これ見て、これ。ボムタワーまで良かったんですよ。で、ここの、僕、相手の、これ、相手のタワーが、もうロケット圏内なんですよ。548なんで、ここで、トルネードを、ここに裂いたんですけど、トルネが下手くそだったんですよ。トルネこれで、相手のバルーンをキングの方にやっとけば、バルーン3000、バルーンなんで、まあ、言ったら2発は絶対耐えたんですよね。多分2発ぐらい耐えた。だから、バルーンを変な位置のトルネじゃなくてキングに吸ってその瞬間にこうロケット打っとけば多分ね時間の勝負で勝ててたんですよねこれっていうね結構ラバにもそのボムターンの爆破とか意外とねダメージを許容してしっかりねウェブで攻めたりすると意外と、ね、勝てるっていうのがねちょっとこれねちょっとこれも悔しい負けですねこれなんで意外とねそのクソ相性かもしれないんですけど頑張ればね戦えますこういったねボムタワーの爆破で頑張るなんて思わないんですけど意外とそういうところがあるんでぜひ
まあ、ボムタワーが意外とやっぱ強いなっていうのは思いますね。はい、といったところで今回はねこんな感じで終わりにしたいなと思います。でシーズン終盤、まあ、残り3日か3日にしては結構ね最近調子いいんじゃないかなと思いますね。まあ、今季、まあ、もうできるならばグロ1桁ですけど、まあ、グロ1桁か2桁のもう10何位とかね狙って頑張りたいなと思うんでね、ぜひまたシーズン終盤動画も上がると思うんでお楽しみください。では、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。